ジーン・シモンズはイギリス・ロンドン出身の女優である。ロンドン出身。父親のチャールズ・シモンズは1912年のストックホルムオリンピックの体操競技団体で銅メダルを獲得した体操選手であった。1948年のハムレットのオフィーリア役などで認められ、ハリウッドに招かれる。ハリウッドでは歴史映画、誠意、ミュージカル映画、野郎どもと女たち、 西部劇、大いなる西部など幅広い分野で活躍した。ハッピーエンド、幸せの彼方に出アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。1950年に俳優のスチュワート・グレンジャーと結婚したが1960年に離婚。同年映画監督のリチャード・ブルックスと再婚したが1977年に離婚している。1970年代以降は、 テレビ映画への出演が多く、2004年には、ハウルの動く城の英語版吹き替えなども行った。2003年に、大英帝国勲章を授与された。晩年は肺がんを患い2010年1月22日、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカにある、自宅で死去した。アメリカのヘビーメタルバンド、キスで、ボーカルとベースを務めるジーン・シモンズと、同姓同盟であることから、 某新聞の彼の紹介記事に、彼女の顔写真が誤って掲載されるというネタが、バウに掲載されている。アズトールドツーグロリアハニファード・イン・サンデー、サンデーテレビジョン・インタビュー・ LWT ・オータム1985。ありがとうございます。